本の人が本気で喋る本気丸出しラジオ局年始も本気で喋ります皆さん、えー、いつもパーソナリティの研修をさせていただいております飯島が今日も30分お話をさせていただきますそしてですね、えー、年末大反響を呼びました海運マスターですね今 全国的に大活躍の開運マスター桜くらばさんがまた年始松山に来てくださいました本丸ラジオにお越しくださいましたおめでとうございます大王すありがとうございます,いま,すまたお越しいただきました<ー><敵>ありがとうございます<笑><笑>ありがとうございますまた今年も、ね、昨年に引き続き開運旋風をお ありがとうございます巻き起こしてくださって挨拶を忘れてましたいつもの挨拶を忘れてました千年に一人の逸材桜はつゆきでございますというわけで夜のツタンカーメン今週も行きましょう違うのっとらないでくださいいは本番ラジオですなおかつですねゼロがね一つ増えてました年明けて百年に一人が千年に一人 まあ東京で夜のスタンカーメンというラジオ番組やってますんでねぜひ聞いていただければと思いますねあれも楽しいですね本丸ラジオの次にそうですねありがとうございます謙虚にありがとうございます今日もですね昨年に引き続き開運のお話をねもうすごかったですよリスナーからの反響が本当ですか熱い熱いもっと喋ってもっと喋ってって熱く求められてますねありがとうございますありがとうございます 今日は続きとどんなにそうですねもう新年ですからっやっぱり開運するためのワンポイントレッスンみたいなのをしていきたいなと思うんですけども楽しいでもまあ先週ねそう話を氷山の一角にも満たないぐらいしましたけども昨年の終わりね昨年の終わりにあれを聞いて皆さん、ね、やっていただいた方もいると思うんですけども、はい、やっぱり徹底的に。 やっていただきたいっていうのが、すごくあるんですよね。はい、もう、多分あれ年末だから、うんうん、なかなかゴミ収集業者が来ないですよ。あ,あ、ね、はい、まとめたはいいがで。そうなんですよ、ね。で、ちょっと悶々としながら、年を迎えたかもしれない。なので、僕は本当にいつも言うのは、うんうん、やっぱ大型ゴミってあるので。はい、やっぱ、業者を呼んでほしいんですよ。うん、<laughs> ちょっと良い所がいりますよね。<laughs> 自分の地域例えば松山松山でも広すぎるので自分の住んでる地域とそれと例えばベッド引き取りとか検索するともうドバっていっぱい出てきますんでまあそこに頼むっていうのが一番いいですよねだから床面積を妨げるものはいらないのでだからおそらくこれで洋服てたら洋服ダンスもいいらなんですよだってベッドもいらない洋服ダンスもいらないあとは僕がいつもおすすめするのはソファもいらなくないですかっていう話ですよ。 ソファの床面積の専用率ってすごいでかいですよあそこにいつもいつも座ってるならいいですよ座ってない方って結構いらっしゃいますよそうしたら床面積がもったいないじゃないですかだから僕いつもいるのはベッドタンス洋服ダンスソファそれから食器棚あと本棚これですよもうこれだけ捨てたら手放したら。 床面積ものすごい広がりますよ。なんかほぼないね。<laughs> 今に見つつ外したらガラーン。いやいらないないですか。いや,いやいや。<laughs> いや、僕ね、本当、これがいる意味がわからない。意味がわからないですが、私もちょっと今全部捨てる意味がわからない。ちょっとおさらいをね。初めて聞く方におさらいをしますと。あの、桜庭大王は世界中の大富豪のお宅にお邪魔してるんですよ。でも。そんじそこらの大富豪じゃなくて、トップオブ大富豪です。スーパーセレブですね。はい、す、はい、はい、英語で今スーパーセレブのお宅にお邪魔をすると。もう共通してあることがあったと。 これを実践していったらみんなそっちの方向に行けるよとそうですねでこれの答えは来週言いましょうじゃなくて昨年あったんですけど、はい、昨年あの答えがありました床面積がい、はい、圧倒的に広いですね、はい、もうこれ統一、ね、もう統一ですねと、ね、いうことです、はい、その流れとしてとにかく床面積を広げるために捨てていきましょうっていうそうですね,ですねだからもう断捨離っていうと皆さんご存知ですけれども、うん、はい これからの時代はもう断捨離っていう言葉は流行っていかないんですよこれからの流行ってくる言葉はミニマリストっていう言葉が流行っていくんですよ、はい、このミニマリストっていうのは必要最低限のものしか持たない人たちのことを言うんですよねこのミニマリストになっていただきたいんですよ、はい、もう必要最低限のものしかいらないじゃないですかもう物に溢れてるこの物に溢れてるがゆえに皆さんの人生が落ちていく落ちていく <laughs> いらないですよ自分の運気を妨げるものは絶対的に僕はいらないと思うんですよねだから運気を あげたいのであれば、はい、一番先にすることは物を手放すってことです。で、ジャキっていうのは紙が大好きなんですよ。紙？紙が大好きです。紙,紙類が大好きです。ペーパー。はい。ーーうん、だからその中でもジャキが一番好きなのは段ボールなんですよ。うもう段ボール大好きですよ。 で、皆さんの押入れにもきっと段ボールが置いてありますよ。きっとね、小学校、中学校の時の思い出の品が入ってる。そして、それも5年も10年も15年も開けてない。開かずの間になった段ボールがたくさん押入れの奥の上の方にありますよ。もうこれなくなったとしても、皆さんの人生には何の支障もありませんよ。<laughs> うんうん、だからどうしても捨てられないのであれば、写真撮ればいいんじゃないですか？って思うんですよね。だからその思い出、うん、その思い出を置いてあるが、故に自分の運気が落ちていくんですよね。 あらとにかくスペースを空けるってことが大事ですから、はい、押し入れ収納引き出しもう全部。 ススペーを空けるススペーを空けないがゆえに皆さんの運気が落ちていくそれから人とのご縁もないお金も入ってこない健康も害していくいいことが何もないんです今日初っ端からかなり来ますね毎日ねもう30分しかないんで早口でいかないと終わらないんですよ来てますねもうこれ今いきなりでも皆さんあれですようわしなくちゃって言っていやとにかくスペースを空けるってこれ大事ですよ物にはスペースってものが必要なんですよ空けないがゆえに皆さんにもう120%パらいのーセントぐらいの 感じで入ってますよ物がぎゅうぎゅうにしかもそれは収納してるんじゃないんですよただ隠してるだけなんですよ、はい、だから奥の方にあるものは想像だにしないものがあるんですよ奥にですよねこんなものがあってねそうですそして懐かしさに浸ったりはい、はい、うもうだから懐かしいってものはベクトルが過去に向くので、えー、ベクトルが過去に向いたら未来が遠くなるんですよ<ー>だから未来を近づけたいのであれば、うん、過去を振り返るものはいらないってことなんですよだから、うん もちろん段ボールもいらないし、はい、僕は本もみんな捨ててくださいって言うんですよ皆さん本が大好きですよ <laughs> <え>もう毎日毎日楽天,<え>楽天アマゾンから毎日本が届きますよ <laughs>、はい、もうちょっと見たらすぐクリックしてすぐ買ん,んでも買っちゃうじゃないですかそんな世の中になっちゃいましたからう、ね、そうなんですよだって皆さんね新しい本を買いすぎですよ、はい、もう古い本読まなきゃいけないのに <laughs> 読み終わらないうちにまた新しい本を買うんですよ確かにですで、つ読ですよねそう読です で僕はだから本は徹底的に捨ててくださいっていう話をするんですけどもそうすると必ず「いつか読もうと思ってるんです」って皆さん言うんですけどもいつかは来ませんからいつかは来ないはいだからとにかく全部捨ててくださいでもこの本は学校で使う会社で使うで1ヶ月に1回は読み直すんですっていう本があったらそれはそれで構いませんけれどもそれがあるだけで運気が落ちていくんですよだから徹底的に捨てるで皆さん本棚ってねすごい大きいのを持ってらっしゃいますよ もう本大好きですから皆さんもう次から次へと買う, <laughs> う,買うそしてそれを読みをしないで本棚に突っ込む、はい、で本棚なんかもはや入れる余地が一切、ね、の余地もないんですよ自炊、うん、の余地もないから普通縦に入れるのを横にして上に入れるんですよ、はい、もうそういう人たくさんいるんですけども、ね、とにかくそれを一回全部捨てるってことですよ全部手放すそしてそうするとどうなるかっていうと 本棚がいらなくなるんですよ本棚がいらなくなると床面積が広がるんですよはい捨てたらいらないですけどねだからこういう考え方にシフトしていかなきゃダメですよだから僕のその全車理事の熟生がいますけども熟生の人はスイッチ入った人は絶対に開運しますもう絶対に何かありますから面白いことが これは面白いですよ速攻性があるから面白いんですよ、はい、でもスイッチ入らない中途半端な人は変わりません,んだからもうゼロか100なんですよ <laughs> 徹底的にやった人には絶対的に面白い現象が降りかかってくる、はい、これはもう絶対ですねしかも早いうん、うん、もうその日とか次の日とか来ますよ、うん、なんかどうもねそのお掃除開運って一番スピードがある本当に早いですねうん、うん、だから物を手放すですよ皆さん物を手放さないから物が入ってこないんですよ宇宙のは全部自分が先なんですよ、はい 自分が手放せば入ってくるんですよこれお金ももちろんそうですもうお金も声もよく頼まれますけどもお金というのはエネルギーなのでやっぱりそれは自分に臨時収入ってよく言いますよはい。あの床面積を広げるとねとにかく不思議なことに臨時収入が入ってくるんですよどこからかわからないけどどっからか必ず入ってくるんですよでも皆さんそれで臨時収入臨時収入って喜ぶんですけども僕から言ったら臨時収入でもなんでもないですよ 本来自分が手にしてるはずのお金が入ってきただけなんですよ、うんはい、だから床面積を広げなさいって言ってるのは、うん、床っていうのは自分自身なんですよ、うん、<laughs> すごいすごい時期まで出ました <laughs> 床イコール自分自身床イコール自分ですよ、うんうん、皆さん床の上にのべつ幕なし何でもかんでも置いて床面積を狭めてますよ、うんはい、だから本当の自分が出てこないんですよ、うん、だから何でもかんでも買ってしまうだから思考回路もおかしいでしょ、はい、うん だから、物を徹底的になくして捨てていくとどうなるかというと、はい、今度は物を買わなくなくるんですよ、ね、よく言いますよね、そうなってくると、はい、一つの物を買うのでもうすごくどうしようっていう決断いやどううどしようというか、うん、その決断がいや、買おうって思うんですよ、うん、買おうって思うけども、はい、よくよく考えたらこれ使わないよなって思うんですよ、うん、これっていうのが本当の自分なんですよ、はははだから本当の自分を出したいんだったら床面積を広げることなんですよ。ははだからさ先 中も言いましたけれども、はいね、掃除の基本というのは、はいうん、物を手放すこと、うん、磨くこと,くことそれから広げることって言いましたけれども、はい、この三原則は絶対なんですけれども、はい、この磨くっていうのもすごく大事なんですよだから僕はいつも、うん、床を磨いてくださいっていうことを言うんですよ、はい、だいぶ、ね、磨き方いろいろあると思うんですけどもう雑巾 はい、もう雑巾で両手両膝をついて磨き上げるってことなんですよ、うん、さっきも言いましたけども床っていうのは自分自身ですよ、はい、床を床って自分自身ってことはそこをピカピカに磨くってことは、うん、自分がピカピカに磨かれていくってことなんですよ、うんうん、なるほど拭き清め吹き清めていくもうとにかくこの両手両膝をついて磨いていくっていう姿が、ねうん、上から見てる人にとっては一番美しい姿に見えるんですよだから神社仏閣行ってもモップ使ってるところなんかありませんよあそうですねそうですよ みんな手で磨いてるじゃないですか。寒くても、そうですね。はい、だから、巫女さんの手をね、あの冬場見た時にもう日々。がいててってて、美しいなって思いました。はい。うん、もうとにかく磨くんですね。うんうん、だから。自分がちょっとついてないなとか、うん、なんか最近ちょっとおかしいなと思ったら、床を磨くことをお勧めしますね。はい あとなんか家にいるときになんかちょっとイライラするときとかあるじゃないですか、うんはい、例えばこう奥さんとかね旦那さんといつもだったら別に何気ない会話なのにもかかわらずなぜかイラッとして何をあなたって言っちゃうことがよくあるんですよ。これっていうのも確実に家の中に何かがいるんです。 新年10分過ぎてですね <laughs> その何かのですね何かがいるんですね,ね、うん、何かがいるんで、ね、愛の知れない何かねとにかく、うん、もうこれねワンセットで考えてほしいんですよ、はい、イラッとしたら磨くイラッとしたら磨くですよ、うん、これね不思議なことに10分も磨いてたらなぜかこのイライラしてる気持ちは収まってくるんですよおそれ消えていくんですかねそうです<ー>この磨いていくことによって、うん、なぜか消えていくんです 不思議ですよね。だからイラっとしたら磨くっていうのを習慣にしてもらえるとすごくいいですよね。素晴らしいです。はい。あのダイオは朝起きてまず磨くっておっしゃってましたね。まずをね、磨く。まずはトイレですか。まず朝起きたら、もう膀胱が破裂してますから。そうでした、そうでした。はい。もうトイレに行って、はい。トイレに行って用を足してから、ズボと手を突っ込んで、ズボと手を突っ込んであの奥まで。そうです。であとは トイレの床を磨き上げる磨き上げたら今度は布団を天気が良ければベランダに干して,、はい、干してそして畳ですけども畳を雑巾で磨くってことですよね。こ、はい、これはもう本当に大事なことですよね、はい、特に寝室は本当に大事ですから、はい、先週もお話しさせていただきましたけども、はい、とにかく寝てる時っていうのが運気を、ま、作っていくんですよ。はい、であと枕元にねいろんなものを置いている人もいますけどもこれも絶対ダメですね。 いやもうほとんどの皆さん携帯で目覚ましを撮ってるでしょう,う携帯の目覚ましはもうごハット中のごハットですね,ねもう携帯目覚まし枕元ロ置いてるっていうのはもう最悪中の最悪最悪中の最悪 <laughs> なんでかって言ったら一番恐ろしいのは電磁波ですよ、はい、あ出てますねだって皆さん知らないけども、うん、iPhone の説明書って僕も iPhone ですけども、はい、iPhone ってもはや説明書がないんですよ買った時にそうでしたそうなりましたね全部ダウンロードするんですよ、うん 見ない iPhone の説明書を見ないことをいいことに、アップルは好き勝手に書いてますよ説明書に。気になり始めました。なんて書いてあるかというと、うん、iPhone を24時間手元に置かないでください,い、はいはい、なんか怖いですよそれ。<laughs> ちょっと怖いですね。すごくないですか <laughs>？すごいです。なんか危険危険物ですね。もううん。携帯はもう皆さんの体の一部になってるんですよ今や。だからお風呂に入る時以外は。うん 全部手元にありますよ、はい、で寝るときは必ず枕元に置いて、ええ、目覚まし時計の代わりにしてるじゃないですか寝てるときっていうのは脳波がすごく低いんですよだからすごく影響を受けやすいんですよだから僕子供今の小さな子供お子さんたちも結構スマホを持ってますよ、ええ、枕元に置いて、はい、ゲームしたりとか音楽聴いたりしてそのまま寝てたりするのは僕はすごく心配なんですよ、ええ 大ききくなった時に必ず影響出てきますよだからお子さんがもし枕元に置いてる方いらっしゃったら、はい、絶対にやめてくださいアップルが言ってるんですから24時間手元に置かないでくださいってもうこの時点でおかしいでしょ <laughs> みんな知らないんですよこれをだから枕元には絶対置かないってことです、はい、もっと言えば寝室には携帯を持っていかないことですそして 運気っていうのは寝てるときに頭の上から入ってくるんですよだから頭の上に本を読みかけの本を置いてる人いますけどこれも絶対ダメです枕元には何にも置かないことです頭の上にはここから運気が入ってくるのでもう一番大切ですねあの大はだからもう寝室は本当に何も置いていらっしゃらないっておっしゃいましたよね朝起きたとき全然違いますからねこれだから本当に昨年からね試してみましょう皆さん試されましたかね 何人かはですね寝室そしてこのあ玄関そうですね玄関を今日はねやっぱ入り口なので運気っていうのは玄関から入ってくるんですよはい気には3種類あってね「い。大き」って言って気が盛ん「大おうき」っていうのがはい 人間の運運気をんんでできてくれるすねそして木には3つあって大き水い殺気っていうのが3つあってもはや玄関が汚い人っていうのはその大きっていう僕たちの運気を上げてくれる木がもはや入ってこないんですよ入ってこない入ってこない玄関ってどんな感じですか汚い玄関ですだからもう靴を乱雑に置いてあるところっていうかもはや玄関に靴を置いてある時点でもうアウトですねもうアウト込まないけなやもう論外中の論外ですね 玄関っていうのは何も置かないですよ。まあ大体皆さんでも飾り物とか、いやもうお花とか、あのー、よくね、はい、玄関下駄箱の上にいろんなものを置いてる人いますよ。はい、ええ。もうこれもいらないですね。よく下駄箱の上に人の形してるもの、動物の形してるもの、ええ、シーサー全部捨ててください。はい、<laughs> シーサーシーサー人口多いと思いますよ。いらない、ね。今日のギャラリーもね大体ね六七割にねシーサー。 審査人口いいですね。あの人の形をしているものを置いとくとね、そこにね、入るんですよ。まあ入り口なので持って帰ってきたらすぐ入るんですね。そこにいやというかもうもはや人間というのは一歩外に出て人と出会ってるだけでいろんなものを連れて帰るんですよ。よく言いますね。はい、連れて帰るのでその連れて帰った人たちが。 その玄関にある人の形してるもの、うん、動物の形してるものシーサーあの中に入り込むわけですか入り込みます <laughs> 入った後何されるんですかだからもう大きいが入ってこないですよ。<laughs> だからもう王きが入ってきたとしても、うん、もうその王っていうのが水気ってもう衰退した気になって家の中に入ってくるわけですよそして家の中がみんな汚いですよ、はい、さらに物が溢れてるので、はい、その水気がさらに殺気に変わってくるわけですよ、はい、だから家庭不安が起きてくるんですよ殺気、えー、っ,き言ったの殺すっていうん、ね、そうです、はいうん、だから玄関はきれいにしないとだめなんですね。うん、何も置かない、はいは だから傘立ても置かない傘も置かない靴も置かない<ー>スリーパーも置かないすべ、うん、て靴は玄関の下駄箱にしまうってことですよだから帰ってきたらそのまま下駄箱にしまうっていう習慣を絶対的につけるべきなんですよで、はい、もっと運気を上げたいのであれば、うん、家に帰った時に下駄箱の中に、えー、除菌クリーナー、はい、あのウェットティッシュあるじゃないですか、えー、ウェットティッシュを入れといて家帰ってきたらその靴の裏を拭くってことですよ、はい、ここまでやってくれたらうもう完全な海運マスターですね 拭いて入れてはいもういろんなとこ踏み散らかしてますよ僕らはあ、確かにそうですね靴の裏でいろんなとこ踏み散らかしてるじゃないですかで、その汚い木をきれいにしてからありがとうって言ってしまう靴っていうのはすごく大事ですよだってもう僕らを運気のいいところに運んでくれたり運気のいい人に出会わさせてくれたり靴っていうのはすごく大事なんですよだからこの靴も 出かける前、それから家に帰したときに、はい、その除菌クリーナーで綺麗に掃除をしてから。下駄箱にしまうっていう習慣をつけると、すごく大事なことなんですよね。はい、ありがとうございます。あの、そうですね。運んでくれるものっていうので。ね、靴次第で、いいところにも行けるしっていうのはね、はい、ねありますよね。はい。で、あの靴箱の下に何か引いておきま。そうですね。あの、僕一番お勧めするのは、うん、あの人工芝がお勧すすめなんですけどね。お、お、人工芝。はい。 まあ人工芝は無理だったら別に紙でもいいんですけどもでもその紙は1週間に1回は取り替えなきゃいけないですからとにかく下駄箱の中も1回あの全部きれいにしてほしいんですよね1回一回出すっていうかもうねもはや皆さんの下駄箱もゴミ箱になってますからもういらない靴がもうね天子盛りおですよね天子盛り子になってますよねもうおそらくまあ十足は捨てる靴あるでしょうねでもいりませんよあのときめいたら置いといていいんですか ときめいてたらどうしたらいいですかときめくときめかないはどうしたらいいですかとにかく僕らには時間がないんですよ、うんうん、<laughs> 何行き急いでるんですかもう時間がないんですよかわかんないですよねもうとにかく一秒でも早く運気を落とす四種の神器にお帰りいただかなきゃいけないんですよ<あ> 1>, 1秒でも早く時間がありませんよ、ね、そうです ときめいてる場合じゃないですよときめいてる場合じゃないですねもうときめいてたらね五千年かかるよそうだそうだそうですだから極端なこと言ったら今履いてる靴以外のもの全部捨ててくださいみたいなもういりませんとにかくいつか履こうは履きませんいつか履こうと思ってるのにどうしてまた新しい靴を買うんですかはいだからあるのにもかかわらずまた新しい靴を買ってしまうこれが目に見えない存在や 何かが動いいいてててるるっっここととででででですすすすよよ要に正正常常なな自自分分はは思考回路のん,んだからまずここからやっていかなきゃいけないですよだからその四四の神器にまずはお帰りいただくってことが最優先なんですよ、はい、最優先です、はい、あの整え捨てて整えていくと自然にお帰りいただけるんですねもちろんですもちろんですんその中で一番気にしなければいけないのは家の東西南北をはっきり把握しておくってことですああ それ塾でも言われましたこれ教えてくださいぜひ皆さんやってくださいねあのー、まあそのどこで測るかっていうのでね、うん、家の中のまあちょっとこれ専門的なことなのでちょっとラジオで言うのもちょっと難しいですけども、はい、家の真ん中が対局っていうところなんですね、はい、でこの対局の調べ方も、うん、まあちょっと難しいので何、えー、とも言えないんですけども、はい、まあやり方ありますけども、はい、まあ大体でやると大体合ってないので<え>見,取り見取り図まとり図を不動産から入手してから <laughs>、はい えまあ専門家の人とかに割り出してもらった方がいいんですけどそうすると対っていう家の真んん中が分かるんですよね、はい、この家の中の真ん中の対局に僕は iPhone ですから iPhone にはコンパスがついてますスマホにはほぼほぼついてますうん、うん、もしくはついてなかったら無料のアプリダウンロードできるはずです、はい、だからその無料のダウンロードしたコンパスを家の真ん中の対局に置くわけですよえ<っ>置くと、うんえー、東西南北はっきり分かります、はい、ちょっとあの くるくる回しながら整えてやって iPhone だとくるくる回せっていう指示が出ますのでその指示通りするとコンパスが動き出しますのででそれを家の真ん中に置くわけですね置くんですけどもだいたい100人に3人ぐらいがコンパスの画面が真っ黒になる真っ白になるあるいはくるくる回ったまま止まらないって人がいるんですよ怖いそれ何が起こってるんですかこれは完全に強烈な自爆霊ですね ほら恐ろしい年始早々これでも本当にそうなんですね本当にそうなんです1人2三人ぐらいの割合でいるんですよもう方位がすあ、ちょっと寒くないってあの方位が定まらないぐらいぐちゃぐちゃになってるんですね地盤の,のエネルギーがもうおかしくなってるそうですねだから僕は引っ越しをお勧めしますねあ,あと引っ越しっていうのがねものすごく大事なんですよ 皆さん自分の直感を信じて駅の周り学校の周り会社の近くって引っ越すと思いますけども、うん、だいたいねねここがいい感じって、ね、引っ越しの僕はもうずっと統計学を取ってるんですよ。うん、皆さんがど,どっちの方向に引っ越してるのかっていうのをずっと統計学を取ってて面白いことに9割ぐらいの方が引っ越してはいけないと言われる千倍悪方位の方に何者かに引っ張られるかのようにそっちの方に引っ越していくんですよ。今ずーっと怖い言葉がねあの連,打連打になりましたけど。<laughs> 千倍悪方位、千倍悪方位と方位いう方位があるんですよ。みんなそっちの方に引き寄せられるかのように引っ越していくんですね。だから運気もお金も健康も人間関係もトラブルが起きてくるっていうのはそっちの方向に引っ越したからなんですよね。よくね引っ越しておかしくなったって言いますね。いらっしゃいますおかしくなる人がいるんですけども、うん、まさしくそれが悪方位なんですよね。悪方位。なんか去年ですかね。ちょっと怖い事件があったのかね、えー。そうですね。ねそれ話したいけどちょっと問題あるから話せないですよね。 だから本当に、この悪法医っていうのは恐ろしいんですよね。だからそれの代わりに。千倍木っぽいっていうのがあるんですよ。はい、おすかだからこの千倍木っぽいの方向に、引っ越していくべきなんですけども。<っ>この千倍木っぽいっていう方向が、皆さんが行きたくない方向なんですよ。うん、へえ、それ一つのなんか、目安にできますかね。なんかここは、なんて思ったら実はいい、ね。そうです。だから、それはもう専門家の人に見てもらないとわからないので、はいうんうん。専門家となりますと。 こういうういのを調べてる専門家そだから僕の師匠なんかはその辺のスペシャリストなのでぜひ専門家に見てもらって引っ越すべきなんですよね、はい、だから引っ越しっていうのは一大イベントですよ <laughs> 超一大イベントじゃないですか、はい、だからこれは引っ越しっていうのはもうだからみんな自分の直感を信じて適当に契約して、うんえー、適当に引っ越して適当に住むと思いますけども、はい、これも日付っていうのは決まってるんですよ。 していい最適美っていうのは決まってるってことね実はただ皆さん知らないのでそれをしないんですけれどもそれは知っておいたほうがいいんですよねそれは桜大に聞いたら僕の師匠がねそのスペシャリストですからだから僕も今それを勉強したいんですけれどもでもものすごい難しいんですねこの方位というのはやっぱりいろんな流派流気があるんですけれども僕の師匠のやってるやり方っていうのはものすごく 僕は素晴らしいと思ってるんでね、はい、まあ師匠に教えてくださいというふうに言ってるんですけれども、ええ。なんかいろんな条件も重なって、すごい緻密にね、ね割り出していくんでしょうね、ううねきっとね。うんなる引っ越しが、はい、あ、まあ、お掃除っていうのがあって、はい、でも、それ上回るぐらいに,いに、はい。でも、家をきれいにしておくと、うんうん、必ずその木っぽいっていう方向に引っ越すことになるんですよ。なるほど、そうつながっていく。うんはい だから家が汚い人物に溢れてる人っていうのがうん、うん、そういう人に限って、うん、そっちの行ってはいけない方向に導かれるように引っ越していくんですよ、うん、だから引っ越すために運気をしてる人はそうなんですよねあと絶対的にご法度なのが、うん、同じマンション内で上下階左右の移動これは絶対にご法度ですこれ怖いですねこれ結構されてると思いますすよいいやいるんででこれ絶対にダメですよ ちょっっとと恐ろしいいいこ言てですか私の友達の女性作家さんなんですけど親とあるマンションに住んでて結婚してそのマンション内に旦那さんと移り住んだって怖い論外ですねよく田舎の方の人にありがちなんですけども実家の横に引っ越すとか横に増築するとかありがち特に愛媛なんてこれもよくないんですね。 器学上、これも絶対にやってはいけない行為なんですね。あと職場持っていますよね。もちろんそうですね。職場の近くとか、じゃあもう上。職場の近くとかは別にいいですよ。ただ自分の自営業で。あの、昔って、自分って、絶対に。上に進まなきゃいけないっていうルールがあったんですよ。だけど、世界中の仕事の中で、一番離婚率が高いのがコンビニなんですよ。昔のルールっていうのは、絶対に夫婦じゃないと。 コンビニは契約できなかったんですよ。それで、上に住むんですよ。もう、これ、企画上、最悪中の最悪なんですよ。だから、みんな離婚率が一番高いんですよ。だから、その、それやっと分かって、上に住まないことにしたんです。できれば偉いですね。そうですか。でも、分かるような気がします。そうですね。仕事でも24時間。そうね。仕事で、うん、そういうのって。なるほどね。はい。あと、他にやってはいけない。 いや、たくさんありますけど、今降りてこないですね。わか、うん、<laughs> りました。<laughs> もう大王に毎週毎週話ししに来てね。何回受けてますけどね。今日のギャラリー、天子も龍のギャラリー、百人が妙に。<laughs> 喜んでる。大王喜んでる。ダメですよ。こんなまとめ方しちゃ、ちょっと待ってくださいよ。あと一分半、勘弁してくださいよ。かっこよくまとめましょうよ。<laughs> いやもうとにかくもう何も考えずにものを手放すっていうことを最優先にしてぜひ行っていいたただきたいですね <laughs>、はい、もう2016年っていうのも片付けない限り2015年のコピーですよ。嫌、ね、じゃないですか2015年と同じコピーの1年って自分の人生変えたいのであれば自分の大切にしているものを手放していくってことですよ。はい、手放す磨く、はい、広げる,広げる 今日も人生においてとっても大切なお話をたくさんしていただきました。あの大和の話って本当はあっという間ですよね。楽しいね。で愛媛でもまた。 え開、ー、運、うんこ塾って、うんこ、はい、うんこって、うんを呼ぶって、書くんですけどね、はい、が始まるっていうことで、楽しみにしたいと。アマゾンに。ね、うんこの法則ですね、う皆さんお読みください。はい、いま,またいらしてくださいね。はい、い,いや、楽しい話、本当にありがとうございます。あますじゃあ、内容、新年もどうぞ、よろしくお願い申し上げます。リスナーの皆様、どうぞ本場ラジオ、本年もよろしくお願い申し上げます。では、またお会いいたしましょう。